こんにちは、赤沼慎太郎です。今回はですね、借り入れ期間の考え方と、あとは据え置き期間の考え方についてお伝えしたいと思います。今回も最後までよろしくお願いいたします。私ですね、普段の仕事の中で資金調達のご支援をしていますので、お客様の方から今回の融資どのぐらいの期間で借りるべきですかだとか、この据え置き期間っていうのは一体何なんですかっていうご質問をよく受けるんですね。で、借り入れの期間に関してはもう読んで字のごとく融資を借りる期間のことだってことで、これは皆さん当然分かっていらっしゃるんですけども、一体どのぐらいの期間で設定すべきなのかっていうことをご相談されると。で、据え置き期間っていうのはそもそも据え置き期間って何なのっていうところから、その意味が分からないっていう方も結構いらっしゃいます。これはですね、初めて融資を受ける方というのはこれ当然なんですけども、意外と税理士さんなんかでもその資金調達のご支援に、馴染みがない方なんかでもこう理解されてないという方もいらっしゃいますので、やっぱこれは初めて融資を受けるという方にとってはもう当然わからないことなのかなというふうに思いますので、ぜひですね、この機会に、意味を理解して、そして正しい選択をする機会にしてもらえたら嬉しいなというふうに思います。はい、まずですね、借り入れ期間についてなんですけども、借り入れ期間というのはもう本当分かりやすいですよね。普通にこう融資を受けて、その融資の返済を一体どのぐらいの期間で返済していくかということの選択なんですけども、まず融資には短期融資と長期融資というのがあって、短期融資というのは1年以内の、返済期間の融資のことを短期融資と言いますけども、短期融資の中には例えば、半年後に期日で一括弁済しますよというような形でね、返済するケースもありますけども、今日はですね、どっちかというと長期の融資でこう分割弁済をしていきますよっていう時の判断についてちょっとお伝えしていきたいなというふうに思います。期間を長くするということは、つまりはこう分割の回数が増えるってことになるわけですね。例えば5年で返済するって言ったら、5年というのは60ヶ月なので、60回に分割するということになるんですけども、これ分割回数が多ければ多いほど当然ですけども、1回あたりの返済の金額、元金の返済金額が下がるということになります。具体的な例で言いますと、例えばですね、1200万円のですね、こう融資を受けたと仮定してください。そしたら1200万円の融資を5年で借りるってことになったら、これさっき言ったように60ヶ月なんで60回払いなんですね。だから1200万円を60回払いするってことは、月の返済額は1200÷60で20万円という形になりますよね。で、これが、期間10年ということになったらですね、これは倍になるんですけども、120ヶ月、つまり120回払いってことになりますので、これは1200万割る120で、1回あたりのですね、返済が10万円という形になるわけですね。だから5年だったら20万だったけども、10年で借りれば1回あたりの返済が10万円になるということで、半分にね、月々の返済額が抑えられると、そういう効果があるということになるわけですよね。なので1回あたりの返済額が少ない方がやはり資金繰り的にはですね、当然楽になるということになります。ただですね、一方でデメリットとしましては、1回あたりの返済額が下がるということは、元金の減りが遅くなるということになりますので、借り入れ期間の中で払っていく利息の総額に関しては、どうしても増えてしまうと、そこはちょっとデメリットではあるんですけども、だからどちらを選ぶのというところになるわけなんですよね。この1回あたりの返済額を抑えるべきなのか、利息の総額を、こう抑えるべきなのかっていうのは、一つすごく悩むポイントなんじゃないかなというふうに思うんですけども、ただやはり中小企業さんの多くはですね、やっぱこうキャッシュリッチで資金繰りに何の問題もないですよっていう会社っていうのはやっぱそんなに多くないと思うんですね。なのでどちらかというとやっぱこの資金繰りの安定化ってことが重要になってくると思いますので、月々の返済を抑えて資金繰りに負担がかからないような状況を作るってことがやはり重要な判断になってくるのかなというふうに私は思いますね。なので利息の総額が増えることを気にするよりもですね、1回あたりの返済額を下げて資金繰りが楽になる方を選ぶっていうことが、基本的な判断のポイントになるというふうに思います。例えばですね、今多くの方が利用しているこのコロナウイルス対応の融資制度っていうのは非常にこう期間が長い設定になっていまして、信用保証協会の保証付きの融資、例えばセーフティネット保証4号に関して言えば最長で10年という期間で融資を受けられます。で、日本政策金融公庫のコロナウイルス感染症特別貸付で言えばですね、これはもう運転資金だと15年で、設備資金だと最大20年というところですごく長い期間が取れるという融資になっているんですね。なのでなるべくですね、この
マックスの期間に近い形で長くですね期間を取った方が、やはりこの今のこのコロナウイルスの影響を受けている状況の中で資金繰りがね非常に不安定になっているというところがありますでしょうから、月々の返済額をですね抑えた形で、融資を受けるという方が、まあ、よろしいのかなというふうに思いますね。ちなみに通常の融資の返済期間というのは、まあ、多くの場合運転資金だとだいたい5年から7年ぐらい、設備でいうとそうですね7年から10年というのが多いのかなというふうに思います。ぜひですねこの借入期間の設定についての基本的な考え方になるということをちょっと覚えておいてください。では次にですね据え置き期間についてお話ししたいと思います。据え置き期間というのはですね、まあ普段あんまり聞き慣れない言葉かもしれませんけども、融資を借りた当初ですね、もう元金の返済を据え置いてもいいですよっていう期間なんですね。つまり元金の返済をしないでもいいですよっていう期間なんですね。ただしこれ利息は支払います。元金の支払いを据え置けるっていうことですね。元金の返済をねこうしないでもいいので、その間はですね資金繰りはとてもやっぱり楽になります。でこの据え置き期間っていうのを上手に使うことで資金繰りの安定化にはとても役立つ制度ということでありますね。この据え置き期間はですね日本政策金融公庫の融資制度とかですね、あとは自治体の制度融資なんかに、設定されていることが多いですね。例えば、日本政策金融公庫の、ま、一般貸付っていうね、まあ、スタンダードな制度を見てみますと、運転資金が5年ですよ、でうち据え置き期間は1年以内というふうに書かれています。まあ、通常多くの場合ですねこの据え置き期間というのは、まあ、1年ないし2年というところが、まあ、多いかなというふうに思います。ただこの今回のコロナ融資に関しては最大5年というところで、まあ、めちゃめちゃ長い期間ですね。この5年もの間元金の返済をしないでもいいというような制度になっているんですね。まあ、これはありがたいと思いますけど、まあ、ちょっと使い方をね間違ってしまうと後々きつくなるかなという、まあ、弊害もあるんで、ちょっとそこのことをですね少しお伝えしたいと思うんですけども、まずさっき言ったように例えば運転資金5年以内ですよ、でうち据え置き期間は1年以内ですよってなっているのはどういう意味かっていうと、据え置き期間を1年間取りました、で借入期間は5年っていうふうに申し込んでるから、そっから5年ですよっていうふうに考える方って多いと思うんですね。だから合計で1年据え置いてその後5年で返済するから6年になるんですけども、これは違うんですね。うち据え置き期間1年以内って書いてありますので、これうちなんですよね。つまり5年で融資受けますよって時に1年間の据え置きをしたら、最初の1年間は元金の返済は据え置きますと、で5年のうち1年間据え置いたんで残りの4年間で元金を返済しますよって形になるんですね。これ間違わないでもらいたいんですね。つまり据え置き期間を長く取れば取るほど返済回数って、まあ、つまり減っていくってことになりますので、返済回数が減るということは一月あたりの返済額が増えるということになりますので、ここら辺はねこうバランスを取っていかないと返さないでいい時期が長い方が楽だ、これは確かにそうなんだけども、その通用期間が終わった後の返済が、まあ、重くなってしまって資金繰りが厳しくなってしまうということもありますので、これ十分に考えてですね判断してもらいたいなというふうに思うわけですね。では次にこの数期間についてどうやって、まあ、判断決めていくべきかということについてちょっとお伝えしたいというふうに思います。まず一般的にはですね、まあ多くの場合数期間どのぐらい取りますかっていうと、まあ、例えば半年とか、まあ、6ヶ月ですね、半年とか1年っていうような感じで、まあ根拠があるようでない、まあ、なんとなくこの半年ぐらいは元金据え置きとくと楽だなとか、1年ぐらい据え置けると楽だなっていうような感じで判断するケースが多いのかなというふうに思うんですけども、まあ、今回のコロナ融資に関しては最大5年間ということなんで5年取れるんですけどもね、さっき言ったように5年取ってしまうとですねその後が厳しくなるっていうことになる。より具体的に、まあ、合理的にですね、まあ、判断するポイントとして資金繰り状況で全然話変わってくるところはありますけども、例えば借りの話をしますとですね、今回借りる融資の他にですね、もともと借りてる融資がありますよと、この借り入れがですね、終わるタイミングが例えば来年1年後にですねこの融資終わりますという場合とかですね、あとは、まあ、融資はないんだけども例えばリースとかカップ、まあ、あとはその他ですねこう期間が決まっていて毎月決まった金額が支払われますよみたいな契約がもしあってですね、それの終了時期が例えば来年とか、まあ、半年後とかにあるよっていうケースであれば、その終わるタイミングに合わせて返済をスタートするっていうようなことは
一つ合理的な判断なんじゃないかなというふうに思うわけですね。ちょっと具体的に、ね、図を示した方が分かりやすいかなと思うんで、ちょっとこちらに、ね、示そうと思うんですけども、はい、この図はですね、下の青い帯が、既存のね、これ融資だと思ってください。融資があると、で50万円の返済をしていますと。で2年後のですね、まあ、令和4年の4月に、まあ、完済の予定ですよっていうふうになっていますと。でそこにですね、まあ、今回新たに融資を受けて、これが月々の返済が40万円の返済だとしましょうか。でこれを1年間据え置いて借りましょうと判断した場合っていうのは、こういうこの図のように、まあ、1年間はですね、既存の返済が50万円あって、で1年経ったところの13ヶ月目からは、この今回借りた、融資の返済が始まって、それが月の40万円の返済がありますってことになるとですね、そうすると既存の返済と新たな借り入れの返済で50万と40万で90万円という形で、月々の返済がですね、まあ、倍近くになってしまうんですよね。これはですね、まあ、1年間は返済しないでもいいから、50万円の今まで通りの返済、元金の返済って助かるんですけどもね、その後が突然こう倍増してしまうというところでですね、非常にまあ厳しい資金繰りになるんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、それが終わった後はですね、この50万がなくなるんで、また40万という金額になって、まあ、少し落ち着くのかなと思うんですけども、この重なっている期間が非常に厳しいということになります。なので、それであればですね、こちらの図のようにですね、まず既存の融資の返済が終わるのが、例えばですね、これ仮に2年後にの4月に、終わりますよということであればですね、これ2年間据え置きの期間を使って、既存の融資の返済が終わるタイミングからですね、今回借りる融資の返済を進めますよっていう形にすることで、まあ、今までこう50万円の、ね、返済がずっと続いてました。でそれは変わらず、50万になりますよ。で新規の融資の返済は据え置いて、月々の返済は変わりませんよ。でこの既存の返済の50万が終わったところで、新規の融資の、ね、返済がスタートしてきますよ。でそれは月々40万円の返済でいいですよということになれば、資金繰りに関しては非常に楽ですよね。こういう形で、まあ、タイミングよくですね、こう1年とか2年ぐらいの期間で何かこう支払い、定期的な支払いが終わるものがあればですね、それに合わせて据え置き期間を設定するというのは、一つこれ合理的な判断だと思いますね。ただこれがですね、5年後に終わるんですとか、4年後に終わるんですよとか、ちょっと先の時に融資が終わるよっていう時に、その4年後とか5年後の返済の終わるタイミングに合わせて数期間を取るよっていうことになると、これはまたね、期間がその分短縮されるので返済額が増えるということで、またバランスが悪くなる可能性もあるんで、ここら辺はちょっと、できればですね、これ資金繰り表を作ってシミュレーションして、まあどのぐらいの期間据え置いても月々の返済がこのぐらいに抑えられるんだなみたいな形で、イメージをリアルに作っていく方が判断としては正しくなります。はい、で今言ったようにそういった形で据え置き期間を判断してもらいたいんですけども、結果的にそれを金融機関が認めるか認めないかっていうのは問題も、もちろんあるわけですよね。こちらは一方的に3年間据え置いてくださいと、そしたら資金繰り楽なんでってお伝えしたところでですね、いや3年はちょっと長すぎますねとか、これ1年にできませんかってことは、これ当然融資のね、この可否の判断の中では出てきますので、この辺はもちろんこちらの希望は伝えて、あとは金融機関の判断もあるっていう中での折り合いをつけていくということになります。で最後にですね、ちょっとこの据え置き期間の考え方で、創業融資の時のですね、ちょっと判断もね、一つお伝えしておきたいというふうに思うんですけども、例えば公庫のですね、創業融資の制度ですね、は据え置き期間が2年間最大で取れますよというふうになっています。で創業融資なんで、これ当然創業者さんが使う融資なんですけども、やっぱりこう事業がね、立ち上がったばかりの頃っていうのは、非常に資金繰りは不安定なので、できればやっぱり1年間ぐらいですね、こう据え置き期間を取れると、安心なのかなというふうに思うんですけども、ここはですね、ちょっと一つね、注意点がね、あるんですけども、人によってはですね、自分の計画の中では、もう1年以内には軌道に乗せて、で1年後ぐらいにまた追加でこう融資を受けたいと、例えば運転資金だとか設備資金だとかで融資を受けて、さらにこの成長を加速させたいよっていうことを考えていらっしゃる方っていうのはやっぱいらっしゃるわけですよね。でこういうふうに1年後ぐらいにもう一回追加で融資を受けたいよっていう想定している方はですね、なるべく据え置き期間っていうのは長く取らない方がいいんですね。なんでかっていうと、例えばこれで1年間据え置いたら、1年後に融資受けたいよって時にはですね、まだ1回も返済がしてない状況で追加の融資を受けるってことになるんですけども、この場合やっぱり金融機関としては、
一度も返済してない人に追加で融資するのってどうなのみたいな形になって、なかなかこれ融資厳しいっていう判断になってくるんですよね。なので1年ぐらいですね、もう一度こう融資受けるかもしれないって考えている方はですね、なるべく数期間は取らずに早くから返済実績を作っていって、まあ、1年後にはもう1年ぐらい返済してきてますよっていう状況になっていることがやっぱり望ましいです、はい、なのでこれ状況によってね、だから数期間を使うか使わないかってことの判断も変わってくるので、ぜひですねここはね覚えておいてもらいたいなというふうに思います。ただやっぱりこういきなり返済がスタートすると資金繰りね多少やっぱりこう負担かかりますので、まあ、イメージ通りに事業が軌道に乗っていってくれてれば、これ数期間取らずに1年間返済実績作って出てよかったね、だから今回融資受けれるねって話でね、これハッピーなんですけども、仮にこれそういうふうに想定したけど結果的に軌道が乗ると思ったけど乗らなかった、でしかも返済が最初からしてるから資金繰りすごい厳しいですってところで、最悪の場合は事業がうまくいきませんでしたってことにも、まあ、これなりかねないこともね可能性としてはありますので、そこら辺はですねこう十分にどうやって判断するかっていうのはですね、こう慎重にですね考えてもらいたいなというふうに思います。はい、以上ですね。今日はですね、融資の、借り入れ期間、そして据え置き期間について、考え方についてですね、お話ししました。これ結構やっぱりいろんなところからですね、質問を受けることなんで、ぜひこの機会にですね、覚えてもらって、融資を受けるときもですね、こう参考にしてもらえたら嬉しいなというふうに思います。はい、このチャンネルではですね、中小企業の資金調達、資金繰り、そして経営改善にお役に立つ情報を配信してまいります。ぜひですね、まあ、こんな内容についてはあの解説してもらいたいよとか、これってどういうことなのみたいなご質問があったら、ぜひですね、あのコメント欄とかにも書いてもらいたいだとか、まあ、あとはメールとかいただけたら嬉しいなというふうに思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。またあのチャンネル登録もですね、していただけたら嬉しいので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。